どうも皆さんこんにちは。資源循環廃棄物研究センターのジョーと申します。じゃあ早速ですけれども、今日の話題に移らせていただきます。本日のお話しする内容といたしましては、まず世界の水問題、工廠の風用化問題、また水素汚濁の問題を踏まえてバイオエコ技術とは何か、また当研究所で、先輩の研究者はじめに長年かけて作ってきたバイオエコエンジニアリング研究施設についても紹介し、このバイオエコ技術を使った流域水環境修復への応用の実例、それを踏まえてこれらのバイオエコ技術は途上国あるいは例えば中国の流域水環境生活排水などの応用例、また経験についてご紹介いたします。それを踏まえてさらに環境意識の向上、また環境教育と国際協力というものは非常に重要であることも踏まえて最後にまとめといたします。じゃあまず最初に世界の水問題、これは言うまでもありません。開発途上国の人口の増加、経済発展、これによって水素汚濁の問題が起こるし、もう途上国では人口が増加が激しいですね。先進国は、それほどではありませんが、これによって水素汚濁の代表例としては飲み水の例えば工廠の風営化が起こりますと青子の発生して、青子の問題が一番大きいわけであります。また途上国においては病気の、多くの割合はこの水素汚濁によるものであります。さらに世界で26億人がトイレなど適切な衛生設備が利用できていないという現状があります。さらに経済発展、水の需要量も増えます。それによって水不足の問題も一方起こります。これらは例えば、我々日本は飲み水1日1人だいたい200リッターを利用するんですが、途上国あるいはそういう、後進国においては11億人が1日20リッター、リッターの水を手に入れるために30分以上歩かなければいけないという実情があります。この水不足が、2025年になるとだいたい3分の2の、人口がこの予測されています。非常に深刻であります。その一つの代表例として、これは青子タレバ故障飲み水の水源地、これは私2016年約2年前に中国行って調査した時に撮った写真ですけれども、青子、このように青子の発生が、たくさん起こっています。これ多分この、絵の中に2007年、ちょうど今が11年前中国の無釈の大湖で起こった、それと同じところであります。その時は飲み水が青子が出て水が臭くなって飲み水がなくなった、それスーパーでペットボトルが全部買い占められたというニュースがありました。それと同じ、これは中国だけに限ることではなく他の、途上国にもたくさん起こっています。我々の研究グループは、このように、アジア地域における水源地の風営化青子の発生がどうなっているかという調査が起こったことがあります。例えば日本とか韓国、また東南アジア、中国のいろいろな重要な湖について調査を行った、この青子が出ている現状が分かりました。その青子が出てくるとどういう問題があるか、例えば一つの例ですけれども、青子が出ると例えば一つの例がこの卵巣類、この反数致死量という指標があります。いわゆるこの青子毒ですね、マイクロシスティンという毒がありまして、こちらの表では数値が小さいければ小さいほど要するに青子の毒が多いという意味であります。皆さんよく知っているようにダイオキシンというのが非常に毒がありまして、また水酸カリも非常に毒があります。この指標と比べて青子の毒はだいたいこのダイオキシンと同じレベルであります。ということは例えばですね、この例、水酸カリよりも60倍の毒がこの青子毒が持っているということが、研究で分かっていました。この青子毒によってブラジルでは青子が発生する水源を水道水に利用したある病院では
感謝が50人以上死亡した事例が96年に報告されています。これによって WHO 世界保健機関が飲料水のガイドラインの中においては、いわゆる飲み水の中ではこの青黄毒が濃度がマイクロシスティン LR が1マイクログラムパリッターに制限しなければいけませんというガイドラインが出ています。ということはこういう水素汚濁問題が非常に深刻であることがお分かりかと思います。これによって我々がグループはですね、例えば中国等の交渉水質水源地、もちろんこの青黄飲み水ではありませんが、ダムとか交渉に一番青黄が集まっているところ、最悪のところの青黄毒を調べてみたら、このマイクロシスティンとか LRR いろいろタイプがあるんですけども、中国のこの重要な湖太古、先ほどの太古とか電池とかアルハイとか非常に高い濃度が検出されました。もちろん他のタイのところとか、まあ、我々日本のある交渉でも一部ありますけれども、それは非常に青黄がたくさん集まったところの濃度であります。もちろん飲み水ではありませんのでそれほど心配ありませんが、いずれにしてもこのリスクが非常に高いということがこの絵からお分かりかと思います。まあ、このような青黄は出たということは、やはり水質汚濁の問題がどこから来るかということを見てみると、例えばですね、非特定汚染源、いわゆる面源負荷、あるいは我々が生活排水とか下水道や家庭から出ている生活排水、畜産排水など出てくる特定汚染源から来る、この2つの大きいものから来ます。そうするとダムとか湖沼とか水域に入ると、この水素汚濁もしうまく処理しなければ、青黄の問題とか水素汚濁悪臭、いろいろ問題が起こります。これ起こると水質が悪くなって利水障害などが起こります。さらに我々今先進国、例えば日本ではよく処理してるんですけども、途上国はやっていないので、そうすると交渉の中でですね、青黄って言って、青黄そのものが要するに藻類の塊なので、藻類1ミリグラムがだいたい COD の 0.5 に相当するという有機物にはまだ戻るわけですね。ということはこの汚水処理も非常に重要であることが分かります。さらにこの水素汚濁の問題は、風評感が起こるとどんな影響があるか、先ほどの話あったように我々の家庭から出てくる排水、この中に有機汚濁とか栄養塩などたくさん含まれています。例えば有機汚濁というのは BOD、COD という指標があるんですけれども、ここでは BOD は要するに生物化学的な酸素要求量と言います。主に川の汚れの程度を表す指標であります。 COD というのは主に化学的酸素要求量という指標で、まあ、海とか湖の指標として使われています。この中に有機汚濁が増えると、この COD が増大ということですね。そうすると溶存酸素が食われるし、貧酸素になって低質が悪化して水の透明度も悪くなる。まあ、一方では例えば風営が起こると栄養塩、我々トイレとか農業汚濁とかさまざまな汚濁負荷が栄養塩として窒素とかリンが流入することによって、藻類が光合成、光合成によって青黄、赤潮などが発生して、それも水素悪化して利水障害が起こります。さらに景観の悪化も起こるわけですね。これらの影響は魚介類や我々人間にも影響するし、悪臭、さまざまな問題が起こります。これはいわゆる水素汚濁問題であります。このように先進国の日本、我々の例としては、過去では先ほどの写真にあったように青黄も霞ヶ浦とか色の湖が出ていました、琵琶湖。まあ、現在は日本 の戦後環境、非常に技術あるいは効率を一生懸命やって、この達成率で BOD、COD の達成率が非常に改善されました。しかし閉鎖性水域の交渉においては、例えば昭和60年にですね、交渉法を制定されて、しかし交渉閉鎖性水域のこの改善率がそんなによろしくありませんね。まあ、6割未満です。そうすると2005年にこの交渉法は改正されました。要するに今までが先ほど言った天然負荷、主に生活排水とかそういう分かる汚濁負荷が一生懸命除去しました。一方では面源負荷あまりやられていませんでした。そうするとこの交渉法の改正においては、面源負荷とかそのバイオの技術とかエコの技術、これは重んじるようになりました。このようにさて今の踏まえまして、我々が現在うちの研究所でやっているバイオエコ技術とはどんなものなのか、
これは私の先輩の先輩も引き継いで私今やっていますけれども、バイオエコ技術とは何だということになりますが、まずバイオ技術というのは有用な微生物が持つ浄化能力を十分に引き出すための技術。この中で一番代表的のは、例えば下水処理場の処理槽の中に活性汚泥もこれはそうです。また農村の分散型の浄化槽の中の生物処理技術もその中の典型的な例であります。まあ、浄化槽のですね。またエコ技術というのは自然生態系が本来持っている浄化能力を十分に引き出すための技術として、例えば水生植物、水耕栽培、また人工湿地とか土壌浄化、これは古来ある生態系をうまく利用して、その浄化技術を我々がちょっとした工夫することで技術が高めることが可能であります。このバイオエコ技術とは、要するにバイオの技術とエコの技術を組み合わせ最適に融合させることによって、水質の浄化に役立つ微生物が持つ能力を最大限に引き出すための技術のことであります。まあ、後ほど詳しく説明しますが、うちの国立環境研究所、先輩の研究者を代々、一生懸命やりまして、これは霞ヶ浦湖畔にある、水環境保全再生ステーションにありまして、その中に作ったバイオエコエンジニアリング研究施設というのものがあります。この施設を当時平成14年に国内外の研究、環境問題を解決するための国際的な活動拠点として作られました。当時は重点研究および日中韓三国大臣会合の、重要な中核施設としても機能していました。この施設の特徴といたしましては、屋内の浄化槽、主に浄化槽ですね、そういう生活排水をうまく利用して、その技術開発評価、また実際の生活排水の中の濃度と温度が調整することができて、これは途上国、例えば東南アジアの温度が高いので、その温度の機能も我々のこの実験施設でいろいろ評価して、海外展開に役立つような研究もやっていました。原水濃度も国によってこの濃度が違うので、それはどういうふうに改良していくかという研究施設の一部であります。さらに屋外のフィールドにおいては、先ほど言いましたように生態工学、いわゆるエコ技術ですね、植栽、土壌、人工湿地の利用したその技術開発もやっていました。これは、まあ、NHK の取材も、まあ、来ましたし、その毎年たくさんの研究グループ、海外からも、たくさんの研修をこちらのこの施設に来ております。また技術開発のシステム評価、その途上国の遺伝などのその研修も行っています。国際的な情報発信などもこの施設を今でも発信しております。さて、このバイオ、先ほど言ったバイオ技術の代表例としては、やはりここに一つ挙げておきますと、浄化槽、皆さん日本、これは日本独自で開発した優れた技術であります。生活排水は、例えば家庭生活排水や農村ではですね、この入って中に生物処理、研究、2つの研究槽、また後期槽をよって、最後に、消毒して水がきれいになっていくと。その中に行動処理をすることによって、例えば、アンモニアが消化して、さらにフィードバックして研究槽において窒素は除去できますし、さらにリンについては、この処理プロセスにおいて最後に鉄電解方式、あるいは吸着剤によって、この浄化槽の中にもおいてリンの除去回収ができるわけであります。これは一つの代表的な例であります。まあ、浄化槽については、まあ、皆さん、我々の日本の今下水処理においては、例えば大都会においては100万人以上だ、例えばここの東京、もちろん下水道の占める割合が高いんですけれども、でも郊外においては一部まだ浄化槽を使われています。人口を減ることによって、この浄化槽という技術が使う率がどんどん増えます。例えば3万から5万、5万人以下のところでは、この浄化槽の普及率がどんどん上がっています。将来我々日本が人口減少ということで、下水道がなかなかこれから負担が大きくなるので、今後この浄化槽分散型の処理技術が非常に有望であります。さて、この浄化槽の技術の中においても、最近話題になったのは、要するに有機物、先ほど BOD とか COD ばっかり除去するだけでは不十分であります。このように我々の実験の中では、浄化槽、例えば従来型の浄化槽は
有機物の BOD しか除去しません。そうすると排出した窒素のリンが残るわけ。そうすると水域に出ますと、我々がある総理増殖実験センター力 AGP という実験を行うと、大体1週間で 420mg の総理が合成されます。この総理が先ほどの絵にもありましたように、半分まだ COD に戻るわけです。そうすると一生懸命有機物を除去していても、窒素リンが除去しなければ、まだこの半分 COD が210の COD になるわけですね。ということは非常に窒素リンの除去が重要であることが分かります。例えばこの従来型と違って窒素除去型の除去ガスを入れるとリンが残ります。そうするとだいぶ減りますね。さらに窒素リンが同時除去、全部除去すると、ほとんど自然界の湖の水で培養すると同じような結果になる。もちろんこれは非常に予算がかかります。これは非常にあの地域の全体的なあのその予算と相談しなければいけません。これはいわゆる今言ったバイオ技術の最近の状況であります。さらに今度エコ技術については、生態工学の例、これは例えば先ほど言った植栽、人工湿地、土壌処理、これは一つの例ですけれども、水耕栽培においてビオパーク、例えば汚れた湖から水をポンプアップして、この生態のビオパークにおいて除去して戻って水がきれいになる。また地域住民、例えばこういう青く出た湖であっても、こういう植栽浄化によって、これ途上国もさらに最近非常に盛んにやっています。後で例出ますけれども、このように地域住民の積極的な参加も可能であります。このようにこれはエコ技術の一つの代表例であります。このようにですね、我々の先ほどのバイオエコ施設において、このように空心菜、食べれる空心菜、生活排水ポ霞ヶ浦の水を混ぜてやると、どれだけバイオマスが生産されるか、水がきれいになるかというような技術開発も行っていました。さらにこの技術の遺伝例の一つとして、中国の太鼓、先ほど青が出た太鼓においても、このような実験例もやっていました。ここまで来たのは、要するにバイオエコ技術そのものが、ある一つの技術だけに頼るんじゃなくて、流域を考えたとき、上流から下流において、いかにこのバイオとエコの技術を組み合わせることで除去するのが重要です。例えば都市部の下水は下水道によって、農村部では分散型の日本の浄化槽をうまく配置することによって、土壌処理とか、さらにサービスエリアとか、そのように下水道がカバーできないところ、例えば富士山観光地においては、それは大体浄化槽ですね。こういう浄化槽をうまく配置することによって、さらに交渉に入るときに、このエコトン、生態工学をうまく配置することによって、面減負荷対策、天然対策をやることによって、これは非常に有効であります。もちろんそれ以外の維持管理法律、またそのいろいろの管理システムが、評価システムが重要であります。さて、こういう技術は我々実言うとですね、長年私生まれが中国なので、結構中国と共同研究をやってました。また先輩の研究者とも一緒に、バイオエコ技術の分野においては、日中韓三角大臣会合のプロジェクトや JICA のプロジェクト、また日中環境保護協定に基づいた共同研究、他の大学、例えば中国の環境科学研究院、地方政府、大学、科学院などの機関と多くやってきました。今日は時間の関係で、その一つ、太鼓水環境修復プロジェクトの例を紹介します。中国について皆さんテレビでもよく見たように、非常に水資源、水環境の現状が非常に深刻であります。例えば水資源量が一人当たり世界平均の4分の1しかないです。中国の平均降雨量が大体630、我々日本が大体1700ありますので、3分の1しかありませんね。で、地域の格差が非常に大きい、南北の差、また季節の差も多いです。夏場は洪水起こるし、冬が渇水起こります。さらに水素汚濁も深刻、先ほど太鼓の例もありましたように、青子がいっぱい出ています。太鼓だけじゃなくて、ほとんどの湖がそうなっています。水の利用効率もまた低いですね。その中に今中国は最近非常に発展してきました。都市部においては汚水処理が非常に一生懸命やってました。高い処理率が持っています。しかし先ほど我々の浄化槽みたいな、そういう農村部において最近非常に目が出てきました。農村地域の処理率がほとんど手つかずという状況であります。また農村の環境により法律ガイドライン、そのいろいろインフラ非常に不足しています。その評価のシステムとか長期的なそのモニタリング体制も不足しています。
分散型排水処理技術の需要が今後非常に大きくなります。日本の浄化槽のバイオエコ技術の応用も非常に期待されます。まあ、現在としては水不足と水水素汚濁は中国の経済および持続可能な発展の阻害要因になっていると中国のリーダーも認識し始めています。この例としては、例えばこの図の中に農村のレベルの汚水の状況を見ると、この左の図はこの都市部のですね、2016年までのもう9割だいたい都市部が汚水処理やっています。しかし農村部ではですね、この2015年まではわずか 11% しかやっていません。それで16年いきなり上がったわけは、ここにありましたように2016年中央第一号文献、まあ、習近平の国家主席ですね、要するに農村の問題が非常に重要視しました。農村汚水処理率は2015年と比べて倍上がったんですね。しかし今なおまだ約1億6千万戸というのは家庭が生活排水が未処理のまま垂れ流ししているんです。まあ、今後そういう意味では日本のこの浄化槽の応用が非常に期待されます。なぜそういうかというと、ここまで今中国を重要視してたんですけども、我々が実はその20年前からこういう協力をやってきました。当時は形はやってましたけども、ほとんど普及できませんでした。今は非常にチャンスであります。例えばこのタイコプロジェクトの例を挙げますと、この高度処理浄化槽の遺伝、また水生植物触媒、このシステムの技術遺伝、エコ技術ですね、土壌処理、これは中国大国で展開してきました。このように、まあ、日本の浄化槽と JICA のプロジェクトですね、この中国大国の近辺で、7年行いました。こういう非常に当時がですね、我々が一生懸命やったんですけども、当時まだ中国は GDP 発展ばかりに目をつけてたので、まだ普及はできていません。だから大国の領域が非常に青子がまだ解決しません。それで我々いろいろまとめたんですね。こういう日本でも例がありますので、例えば浄化槽のようなバイオ技術は、その性能を発揮する条件としては、いい製品、正しい施工、適切な管理、非常に重要。これは今中国では不足しています。正しい使い方がもしやらなければ、いくら設置してても効果が発揮しません。また法律もありません。こういう点においては、実は最近私も、これは今年の1月24日、中国のある関係部門と、中国のではですね、この日本のような浄化槽が今たくさん作り始めました。先ほど言った1年間倍になったので、これからどんどん1億5000万の家庭が必要とするので、こういうふうにね、大きいやつと小さいやつをたくさん作っています。しかし、先ほど言ったような我々の例を見ると、維持管理とか、その基準とか、法律とか、まだ全然できていません。そうするとこれあんまりつけるばっかり考えると、今後はいろいろ問題起こります。こういうことでいろいろ今基準作り、まあ、一緒に我々が今後の展開としては一緒にやっていこうというふうに今やっているところであります。このような技術は設置するだけじゃなくて、我々は維持管理もそうですし、もう一つ感じたのは、これ中国だけじゃないんだけど、東南アジアもそうなんですけれども、環境意識がの向上、これは日本が非常に素晴らしいですね。しかし途上国あるいは中国なんか、こういう家庭からの BOD、 例えば汚れどれだけあるか、彼ら無関心なんですね。これを一生懸命これからやはりインプットしないと、問題が解決しません。これゴミ問題と同じように、水の問題もそうですね。例えばトイレ、お風呂、台所の水は日本は大体みんな知ってるんですね。 BOD の負荷、トイレよりも台所とかたくさん出ています。ただ一人当たりの汚れの割合はこうなってるんですね。まあ、時間の関係であんまり詳しく説明しませんが、この絵を見ると皆さんよくわかるかと思います。例えば有機物を見たときに、家庭からの汚れ、例えば牛乳とか、このシャンプー、この醤油いっぱい一さじね、15ミリ、お酒でもビールでも、これがですね、汚れどのくらいあるか非常に重要であります。例えば魚が住めるために、これ日本の環境省のホームページにも出てますけれども、魚が住めるためにきれいな水で希釈しないと、このワンカップの 150cc の牛乳はだいたい浴槽10倍分、3トンのきれいな水で希釈しないと魚が住めないわけですよ。まあ、他にの油が一番大変ですね。 500cc の油がもし魚が住めるような環境にするためには、約99トン、330杯のお風呂の水で希釈しないといけないと。こういう環境教育をやると
有機オタク負荷が大体半分減ることができるそうです。こういう意味ではもうこれ途上国とか中国は全くその辺の今なっていません。我々は実は、2週間前私も北京に行ってきました。北京大学とかある中国の、企業とこれからこういう教育も制度作りもやっていくと。ここまでだいぶ時間減ってきましたけれども、流域水環境修復のための対策と展望といたしましては、先ほど言ったように生活系、排水、産業系、畜産系、今日時間がなかったので畜産の話ができませんでしたが、畜産ももう一つの大きい問題であります。天然免疫負荷の対策、バイオエコの技術、免疫に非常に有効であります。このバイオとエコ技術を組み合わせすることによって、さらに地域住民の協力、参画、水環境保全の理解も必要です。先ほど言ったように環境教育、意識の向上、さらに産官学民一体になって流域の水環境修復再生を図っていく必要があります。さらに今後我々が途上国あるいは中国への技術移転を考えたときに、まあ、技術専門家人材の育成もさることながら、現地条件に適したその地に適したものでなければいけない。日本には飲食習慣も違うし、そのまま持っていくと大体うまくいかないわけですね。その技術の選定、法制度、また維持管理のソフトの体制もやっていく必要があります。さらにその技術とかノウハウ等の支援が今後この展開としては重要であります。また国際的なネットワークを使ってうまくこのバイオとエコの技術を活用して流域水環境修復に役立ちたいと考えております。時間がなくなりましたけれども、まとめといたしましては、世界の水問題が非常に大きいと、特に途上国ですね、水環境の悪化とか風評の問題も深刻でありますし、排水所の地層林の状況が重要だと、バイオエコ技術を活用した流域の環境が非常に有効でありますと。さらに中国と海外、我々実は今日は中国の話したんだけれども、東南アジア、ベトナム、タイ、インドネシアにも同僚たちは今やっています。技術協力と普及が非常に期待されます。技術のほかに関連の法律制度、維持管理、特に維持管理が重要であります。また環境意識、環境協力、国際協力も非常に重要であることがよく分かったと思います。ここまで本当に今日の話は以上でありますが、どうもご清聴ありがとうございました。